ちゃ。こんにちは、さゆたかさん。おはよう。おはようございます。今日はちょっとね、早いな。午前中ですけども、すがすがしいですけれども。そうだな。まあ、気持ちいいね。気持ちいいですね。はい、このね明るい時間からっていうと、はい、まあ、すがすがしい気持ちいいといえば、はい、中田翔選手が一軍に合流しました。はい、そうだな。いよいよですよ。早かったね。早かった。まあ、登録にはまだなってないのかわかんないけど、はい、まあ一軍合流ということはもう間もなくっていうことだよね。はい、もうそんなに時間はかからないということだから。はい、でもだいぶ固定になってきたからね。そうなんですよ。吉川が1番、2番丸、はい、3番坂本、4番岡本、はい、で5番に大城入ってるけど、はい、大城がまた調子がいいからさ。いや、そうです。昨日でもね、あの満塁ホームラン自身初。そうだよ。だから、はい、中田翔5番、大城6番ってなってくると、はい、ものすごい厚みがあるよ。ですよね。で、秋広、門脇って続くわけでしょ。もう固定されたようなメンバーだし。いや、だからこれからやっぱジャイアンツは来ると思うよ。ただ打線打順はいいんですが、じゃあ、ね、守備知らない。これですよ。だってもう守備が今サードに門脇選手で、そこから一塁に岡本選手を置いて結構ハマってるような状態。岡本を動かすとは思わなかったけどね、サードから。そうなんですよ。でもね、今年見てるとちょっとスローイングが少しおかしくなったりだとか、うん、はい、まあいろいろあるんだよね。だから守備のことを考えると、まあ門脇の守備っていうのはスーパープレーするからね。毎試合何かスーパープレーしますね。なんだね、いいね。いいですね。勝ってる要因として、まあ、固定メンバーで戦えるようになった、まあ、みんなの状態が良くなってきたっていうこともあるし、はい、あとはやっぱ門脇のあの守備でゲームが締まるっていうことは絶対言えるよな。そうですよね。だから、まあ、中田翔が帰ってきたと言っても、はい、だから外せない感じがするよね。そうなんですよね。これじゃあ単純に考えると、うん、まあ、中田選手が戻ってくると、もちろん一塁中田選手ファースト、まあ、中田翔がサードはできないからな、はい、やっぱファーストだったら抜群にうまいからさ。そうですよね、うん、でじゃあ岡本選手が元の位置のサードに戻ったとしたら、門脇選手が浮いてきちゃうんですよね。だから門脇っていうのは将来的には、はい、おそらく二遊間、ショートかセカンド、まあ、センターラインを守らせたいという。ただね、この前のオスナーのゲッツー、はい、ね、あの三塁線の取って、あんなに強いボールをセカンドに投げれないよ。まあ若さもあるしパワーもあるし、はい、だからやっぱ外したくはないと思うんだよ、指揮官だったとしたら、はい、うん、で伊勢豊さんはじゃあ例えばセカンドで吉川選手と併用するのもどうかとおっしゃってましたけど、それじゃもったいないってこともありますか。いや、吉川が当たってきてるから。そうなんですよね。いや、吉川当たってきたらやっぱり一番適任だし、はい、でバッティングっていうことを考えると、門脇っていうのはそれはやっぱりね、吉川よりは少し劣るし、まだまだね、はい、まあ、サードに使うとして、はい、おそらく中田翔、岡本和真をレフトじゃない。レフト持ってきますか。以前ありましたけど、まあ、以前あったし、はい、WBC でその準備をさせたりだとか、はい、まあ、栗山監督も、まあ、村上がいるしね、はい、サードで使えないっていうことになると、やっぱポジション上げるとしたらやっぱレフトというね。そうまでしてでも門脇選手のサードっていうのは外したくないですか。やっぱね、内野が締まる。まあ岡本和真もそんなに、じゃあ他球団と比べるとじゃあどうなのかっていうと、はい、下手じゃないよ。下手ではないけども、やっぱ門脇からするとあの守備を見ちゃうと、はい、やっぱね全然違う。確かにそうですね。ストロングは違いますね。それはちょっと違うよ。だからもう守備で飯食えるのこいつって思うぐらいの守備するから、もう危機救ってますもんね。そうそう、だから秋広がレフト今やってて、はい、秋広ぐらいは岡本和真も絶対できるはずだよ。で秋広をもうライト持っていくと、まあ、センターちょっと厳しいからね、うん、ライトのライトっていうか丸をセンター。あ、センターに戻すんですね。じゃあそうだね。ってなると外国人ブリンソン、ウォーカー選手は、まあ、ウォーカーはやっぱ守備ということを考えると、はい、まあ、間もなく交流戦が入ってくるじゃない。おそらく DH で使えるし、うん、だからそこは、まあ、あんまり今の状態でリスクしようことはないよね、守備で。ブリンソンは暴走ブリンソンになっちゃってるから、ね、そうですね、今もちょっと使いにくいというね、はい、まあ、例えば左ピッチャーので言えばそこを丸に変えたりだとか、うん、丸も調子は上がってきてるんだけど、
もう一つだからね、はい、だからそこら辺ブリンソンたまに入れたっていいし、うん、だからそういうこうなんか嬉しい悩みが、だから4月はさ誰を使おうかなとか、はい、誰入れ替えしようかなとか、はい、苦しい悩みがあったんだけど、ストレスを抱える悩みがね、はい、最近ではなんか嬉しい悩みが出てきてるもんね。そうですよね。だからまあ状態としてはすごく好転してきてるよ。はい、うん、だからまあそうだな、中田翔あのバッティングね、うん、今年のバッティングとか見てると、いや戻ってきたからってベンチに座らせておくのはもったいないし、はい、だからもう絶対レギュラー扱いでファーストに戻すと思うしね。そうなってくるとファーストの岡本和真、中田翔って言ったら中田翔の方がファーストはまあ明らかにうまいし、うん、まあ、慣れてるしね。だから岡本和真をどっかに持っていくしかないんだよね。そうです、ね。まあ、そうなってくるとレフトじゃないかって。ただ門脇のねバッティングはねちょっといまいちなんだよ。あの打率もそうですね、疲れてきてんだよ守備で、守備疲れ、はい、ただあのこのやっぱ守備はね使えるから、はい、まあ、ちょっと2割5分でも打ってくれればずっと使えるよね。そうですよね、まあ、8番を予定してるし、はい、まあ、普通に考えると門脇を使うってなるとやっぱレフトに岡本和真を持ってって、ただその門脇のバッティングがもうどうしても使えないってなってくると岡本和真をサードに戻してみたいな、はい、外野手に誰かを入れてみたいな、うん、元の形に戻すという、はい、いうことも考えてるだろうし、うん、じゃあ守備固めに入った時に岡本和真をレフトに行ってサードに門脇入れて、あんまり原監督ってね4番外すっていうことはあんまりなかなかないんだよね、はい、ここ1点負けてる時にダイソー使いたいだとか、うん、ここ1点同点で使いたいって言った時はダイソー使ったりはするだろうけど、まあ、そんなに4番を外すっていうことはあんまりしない監督だからね。だからレフトに持って行ったりだとかはするかなっていうふうには思うけどね、うん、まあ、かつて、はい、まあ、原監督も、レフトに持っていかれたりだとかさ、あ、そうしたことあるから、サードから、そうそう、まあ、セカンドスタートサードに戻り、まあ、ファーストもたまにやったことあるけども、はい、いやサードがあれだったらレフトとかね、はい、まあ、経験あるから、まあ、でもねプレイヤーとして、まあ、固定は一番ありがたいけども、いろいろ経験しておくっていうのも大切なことだよね、うん、そうですよね。まあ、原監督と話をこの前したけどさ、はい、外野行った時どうだったって聞いたら、はい、いやこんなとこまで飛んでくんのかなって思ったよねって。いや俺もそうだったんだよ。内野から外野センター行った時はこれ遠いなと思ってこれ超えていくのもすごいよなみたいな。そうですよね。あ、まあ、やったことのない人はそういう感覚になるかもわからないけども、はい、多分そういう形、岡本和真をレフトでね、はい、経験させたりだとか、うん、まあ、するのかなっていうふうには思うけどね、うん、岡本和真選手が特段レフトに行ったからといってバッティングに影響するようなことはない。いやそれはね人によって分かんない。いや気持ちが楽になって、うん、バッティングの方に気が回るようになるのか、はい、それともサードってやっぱ緊張感あるんだよ。やっぱ速い打球も来るし、はい、もう一瞬の勝負をかけてるから。でレフトだとさボーッとなんか気が抜けるっていう時も内野よりかはあるんだよね、はい、だから、まあ、多分岡本和真は大丈夫だと思うんだけど、はい、うん、バッティングはバッティング守備は守備っていう切り替えができる子だからね、うん、多分大丈夫だと思うんだけどね。ただ俺もセカンドからレフト守った時に2打席連続ホームランとか、ホームラン打たないのが打ったりだとか、はい、とか、まあ、いろいろあったからね。いやなんか気分的にじゃあちょっと楽になる。いやリフレッシュはできるよね。で確かに内野よりも外野の方が気持ちは楽にはなるよ、うんうん、それは確かに。それがいい方向に出ればいいけど、はい、悪い方向に出れば抜けちゃうっていうことになる、ね、そうですね。あとは刺すとかそういうことに関しては肩はいいからさ、うん、ただ今年あまり一塁に送球があまり良くないんだよね、はい、ただやっぱ外野だったらあの遠投になるから、はい、しっかりした投げ方すると思うんだよね。そしたら本来肩は強いし、はい、送球は抜群にいい子だから、うん、だから多分ハマってくると思うけどね。おー、うん、その今打線が機能してるとか打っているので、うん、やっぱり門脇選手があの打率でもやっぱり使いたいっていう風に。まあね、去年やっぱこう4位に甘んじたっていうのはさ、まあいろいろ原因はある中の一つにやっぱ守備の崩壊っていうのもあったんだよね。だからやっぱり守備をしっかりしたいという、本来伝統的にジャイアンツの守備っていうのはいいからね、うん、だけどこれがやっぱ崩壊しかけてるっていうのはやっぱりいろんな人のが原因してると思うけども、門脇が入るとやっぱ締まる、はい、これはねいいよ。あの子の守備は非常に安定してますよね。安定してるしやっぱね強い送球ができるし、はい、
送球ミスがないな。だから使いたいはずなんだよ、うん、だから4番の岡本を動かすというね、そこを動かして多分そうなるんじゃないかという話なんだけど、うん、中田翔も使いたいよね。もちろんですよね、ああ活躍見てれば、うん、でもこれ中田翔選手の肉離れがなければ門脇選手のサードっていうのは見られない、まあ誕生 してないかもわからないけども、うん、やっぱねキャンプの時からそうだけどやっぱ守備は評価してたよ、うん、首脳陣はね、はい、だからまあ守備型の目でも入ってくるだろうし、はい、そしたらやっぱりギャイアンツのなんていうのそのシステムがちょっと変わってくるよね多分ね、はい、で門脇がこう打つようになってくると、うん、余計にこう最初からのスタートの時点でこう変わってくるという、うん、ピッチャー当たっちゃうだな巨人はな。いやもうそうですね、うん、新しい選手もねニューヒーローも出てきてはいるんですけど、まあ、でも新しいこう夢のあるその感じになってきたからね、期待感が膨らむような、まあ、鈴木だとか、うんまあ、中川も帰ってきたし、はい、で、まあ、平内も登録されたっていう、はい、まあ新しい感じでスタートできてるよね今は。そうですよね、だからまあ今のところやっぱバッティングも好調だしね、あの楽しみだよねこれからのジャイアンツ。そうですよね、うん、でまたちょっと守備に戻っちゃうんですけれども、例えば、まあ、坂本選手が今絶好調でまたちょっと疲労とか溜まってきた時に今日じゃあスタメン外すってなると、例えばそこに門脇選手が入ってサード岡本選手今日はこれでやりますよっていうこともあるんですか。まあ可能性はあるよね、ショート門脇選手ってことですね。ただまあショート中山も使ってくるんじゃない、うん、今度はね。そうかそうかそうか、うん、だからまあいろんなやりようが増えたということだよ。そうですよね、うん、だからそれは嬉しい悩みだからさ。いやでもこれひとまずまず中田選手がスタメンでファーストで入ってきた時、岡本選手と門脇選手がどこにいるのかっていうのがすごく楽しみです、ね、まあ楽しみだよな。はい、はい